それでは線形代数1の第5回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回は行列の特に乗法ですね、行列の積の結合法則や分配法則について見ていきました。それから転地行列やその他特殊な行列を紹介しまして、あと行列のブロック分割について説明しました。で、今日の内容ですけれども、まず教科書の 1.7 節の正則行列から進めていきます。で、あと教科書の 1.8 節の第1章付録の部分は、これは数学リテラシーの授業で扱われておりますので、この授業では省略します。で、その後今日は第2章に入りまして、連立一次方程式の行列と行列、特にその第 2.1 節の行列の基本変形、それから第 2.2 節の逆行列の計算について説明します。それではまず第 1.7 節の正則行列ですね。教科書は29ページからです。で、まずですね、一つ命題がありますので紹介しておきます。これ行列 A を N 次正方行列とします。で、あと N 次の単位行列を、EN と置きますけれども、ちなみにこの EN がですね、この前の授業で出てきたクロネッカのデルタというのを使ってこういうふうに書けるというのをちょっと思い出しておいてください。で、この行列 A と N 次単位行列に対しては、この単位行列を A の左側からかけても右側からかけても A のまま変わらないという性質がありますので、まずこれ確認しておきます。で、次にその正則行列と逆行列の定義がありますので、ここで説明しておきます。まず A を N 次の正方行列とします。で、この時にある N 次の正方行列 B が存在して、A×B、 それから B×A がともに単位行列になるとき、このようなときにこの行列 A は正則であると言います。もしくはこの A を正則行列と言います。で、このような性質を満たすですね、B がもし存在すれば、この B を A の逆行列と言います。ですので、例えば実数の世界でいうと、ある0でない実数 A に対して、A 分の1っていうのをかけると1になりますよっていう、そういう話ですね。その A 分の1に当たるようなものがこの逆行列と呼ばれるものです。で、この逆行列なんですけれども、実は一次性という性質を持っています。どういうものかというと、もし A が正則でですね、この B と B' っていうのはともに A の逆行列であったならば、B' と B は等しいですよと。すなわち A の逆行列っていうのはただ一通りに定まるということが言われております。ですので、A の逆行列というともう1個に決まってしまいますので、この1個に決まる A の逆行列のことをですね、こんなふうに書きます。 A の肩にマイナス1、右肩にマイナス1と書いて A のインバースというふうに呼びます。で、この正則行列に関しましては、いくつかまた性質を、これから使う性質があるので、それにも触れておきます。これは教科書の30ページですね。定理の 1.4 というのを見てください。正則行列の積ですね。で、まず一つ目の主張はですね、正則行列の積もまた正則行列であるというものです。A と B、これ N 次正方行列がともに正則であるならば、この AB の積ですね、この AB もまた正則ですよと。で、しかもその AB の逆行列というのは、B の逆行列と A の逆行列の積に等しいということで、そのかける順番が元の AB と逆行列は入れ替わってますので注意してください。これは1点目ですね。それから2点目ですけれども、これは正則行列の逆行列もまた正則行列ですっていう性質で、もしこの N 次正方行列 A が正則であるならば、この A の逆行列もまた正則ですよと。で、ちょっとややこしいんですけど、 A の逆行列の逆行列は A 自身ですよっていう主張ですという性質ですね。ちょっと細い性質ですけれども、今後その行列でいろんな計算をするときに頻繁に使うルールですので、一応押さえておいてください。次に定理の 1.5 ですね。
これはどういうものかというと、正則行列の転置行列もまた正則行列であるというものです。この N 次平方行列 A が正則であるならば、この A の転置行列もまた正則ですよと。そして、この A の転置行列の逆行列はどういうものかというと、A の逆行列の転置行列ですよと。まあ、そういう性質も成り立つということが分かっています。で、まあ、これもしばしば今後いろいろな計算をする際に使いますので、使えるようにしておいてください。ちょっと今回は時間の都合で証明は省略しますけれども、とりあえずこの事実は押さえておいてほしいと思います。ここまでよろしいでしょうか。